そういやよ、お前の背中は大層な入れ墨が入ってたじゃねえか。あれは竜か。いや、あれは竜じゃねえ、竜魚だ。竜魚。うん、本当は竜を掘りたかったんだけどよ。え、なんで竜を掘らなかったんだよ。竜ってのはうちらの世界じゃ一流の極道の象徴みたいなもんなんだ。俺みたいなペーペーが軽々しく背負えるようなもんじゃねえんだよ。そういうもんなのか。まあでも竜魚ってのもなかなかかっこいいじゃねえか。だろう？俺も気に入ってんだ。いつかすげえ男になってよ、この竜魚を竜以上に輝かせてやりてえって今はそう思ってんだ。へえ、いい心意気じゃねえか。ならそのためにはひとまず職くらい見つけねえとな。だよな、すまねえな竜魚ちゃん。何人いんのかよ。若いやつも結構来てんな。一番、お前何歳だ。42歳だ。ナンバーは確か41かな。どっちも望みは薄いな。歳なんて関係ねえ、仕事ってのは熱意だ。熱意だろ。熱意ね。やる気はあるっつってんだろ。まだまだ若いやつに負けねえよ。松尾さん、あなたお酒臭いですよ。そういった方は斡旋しかねますんで、まずお酒をやめて後日改めて来てください。バカ野郎、こんなとこ二度と来るのか。次の方。はい、よろしくお願いします。現住所が空欄ですが。今住むところがなくて。でも仕事は真面目にやります。酒も飲んでません。では今回は特別に。もう決定か。ご実家の住所を書いといてください。え、なんだ。あ、でもその実家もないんすよ。ああ、いわゆる路上生活ということですね。では自立支援センターの方へ行ってください。なんすかこれ。健康診断や技能講習を受けられますんで。いや、俺が紹介してほしいのはこういうのじゃなくて仕事なんすよ。現状では斡旋しかねます。規則ですので。お願いしますよ、俺頑張りますんで。無理なものは無理です。規則ですので。はい、次の方。ちょっと待ってくれよ、もう少し話しよう。おい、さっさとどけよ。どうだ、熱意は伝わったか。いや、全くダメだ。だよな、俺も門前払いだ。捨てる神はいても拾う神はいないってことだ。全くその通りよ。どうだい、
見捨てられたもん同士、その辺で仲良く飲まねえか。お前と一緒にすんじゃねえよ。ホームレスの分際で透けしやがって。こんなんだったら魚でも釣りに行ってる方がマシだったぜ。とんだ無駄足だ。腐るなよ。他に方法がある。諦めちゃダメだ。あんたたち仕事探しに来たのかい？ああ、だけどホームレスにはあっせんできねえとよ。それは難儀だね。でもそれじゃ困るだろう。そりゃ参ってるさ。でも仕方ねえよ。でも見たところあんたたち根は悪い人間じゃなさそうだな。お世辞なんていらねえよ。でもありがとう。今夜ちょっとしたバイトをしないかい？あ？と言っても雇い主は私じゃないよ。桜川の向こうにスナック街があるんだが、そこにハーバーライトっていうスナックがあってね、ママさんが今夜一晩だけバイトを探してるらしい。スナック？一体何すんだ？さあね、詳しくは知らんが、仕事をこなせば5000円ほどくれるみたいだよ。5000円はありがてえ。行ってみるか。ああ、ありがとな、おっちゃん。ちょっとこんなところで斡旋しないでくださいよ。ん？何のことだ？見てましたからね。規則違反ですよ。まあまあ、規則や法律の中だけでは救えない人間もいるんだよ。これくらいは許されることさ。はあ、いつも勝手なんですから所長は。いいな。鍵がねえな。とっておきだ。
き。よし、勝ったな。この家ゴミだらけじゃねえか。そこ一応質屋さんらしいのよ。え、質屋ってこれゴミ屋敷ってやつだろ。こんなとこで商売なんてやってんのか。買ってる人は見たことないわね。あんまりひどいから役所の人が何度か説得しにここの店主に会いに来たんだけど、ここのものは全部店の商品だ、勝手なことをしたら訴えるって店主が言い張って平行線みたい。こんなゴミが商品ね。匂いもひどいし虫も湧くしで私たちも困ってるのよ。なんとかしてほしいんだけどね。確かに近所にこんなのあったらきついよな。なんとかなりゃいいんだが。鍵がねえな。鍵がねえな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃい。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。体調万全だぜ。ハローワークのおっちゃんに紹介されてきたんですけど。え？ハローワーク？私が頼んでおいたのさ。ハロワの神戸に用心棒よこせってね。ちょっと浜子さん、勝手なことしないでよ。そんなの払うお金ないわよ。5000円で命張ってくれるなら安いもんさ。二人もよこしてくれるなんて、神戸も気が利くね。ちょっと待ってくれよ。用心棒、命張るって一体何の話だ。俺らに何させる気だ。一から説明してやるよ。こっち行きな、坊やたち。川沿いに店が並んでるだろう。全部ここと同じようなスナックさ。この辺りの店はもう何十年も泥棒に遭っててね。泥棒？泥棒って言っても盗むのは金じゃないよ。奴らが盗むのは電気さ。電気？東電ってやつか。ああ、あの電線を見てみな。この電線はずっと昔に奴らが勝手に張ったものさ。奴らって誰だ？あれってコミジュルじゃねえか。コミジュル、なんだそれ。もう話したろ、偉人さんの一つ、韓国マフィアだ。コミジュルって名前の組織なのか。いや、連中に名称はねえ。コミジュルってのはあの場所そのものの名前だ。じゃあそれがそのまま通り名になったってことか。そういうこと。ここいらのスナックはずっとコミジュルに電気を使われ続けてんのさ。その電気代だけで1店舗あたり月数万はいくよ。もちろんコミジュルは払ってくんないから店が負担してんだよ。
犯人がコミジュルって分かってんなら行動すりゃいいじゃねえか。とりあえず泥棒だからまず警察に連絡か。ではどこだ。それができりゃ誰も苦労しねえだろう。だよな、ばあさん。ま、そうだわね。え、なんでだよ。窃盗だぜ。警察様の出番だろう。警察は取り合わねえよ。コミジロのアジトに行くなんてやべえことするはずがねえ。やべえこと？どれくらいやべえことなんだよ。生きて帰ることはまずないね。また大げさな。大げさじゃねえ。コミジルに近づく人間はヤクザ、マフィア、警察関係なく片っ端から消えてくって昔から有名で、墓場みたいなところだぞ。偉人さんの他の連中だってあそこに近づくのは嫌がるくらいだ。南波さんは知り合いいねえのか、コミジルに。いねえよ。知り合いたくもねえ。そっか。じゃあコミジルから離れたところでそいつらの誰かを見つけ出してから。あそこから一歩でも外に出たら誰が誰だかわからねえよ。バッチつけてるわけでもねえ。コミジルの連中ってのは偉人さんでもひときわアンダーグラウンドな存在なんだ。なるほど。街じゃあってもわからねえ。会いたきゃあそこへ行くしかねえか。で、行けば死ぬのは間違いなし。というわけで、ばあさん、こりゃ諦めてもらうしかないぜ。そんな簡単に言わないでくれよ。こりゃ死活問題なんだ。そうだよな。なんかいい手がねえもんかな。こら一番、お前何言ってんだよ。関わるのはよそうぜ。だったら電線切っちまえばいいんじゃねえ。コミジュルが勝手に貼ったもんなんだし。バカよね。だよね。だから昨日切っちまったとこだよ。え？おい、何してんだよババ。すみません、私も止めたんですけど。まあまあね、そんなことしたらどんな仕返しをされるかわかんないって泣いて止めるんだけどさ、今までもずっとこの繰り返しで、ついに昨日堪忍袋の尾が切れてブチッとやっちまったのさ。あたしも年かねえ。年のせいにすんじゃねえ。どうするつもりなんだ。そこんとこはあんた方に頼みたいわけさ。ふざけんなよ。そんでやったのは昨日だな。コミジュルからの反応は？今日ママが出勤したらこんなもんが店に放り込まれててな。今夜中に復旧しろ。電線を直せってことか。もし直さなかったらどうなる？そうね、相手は姿も見たことねえ連中だし、連中の言ってることが脅しじゃなけりゃなんか仕掛けてくるかもしんないね。来るかもしんないねって絶対来るさ。あのな、ばあさんが自分の大事な店を続けたい気持ちはわからんでもないけどさ、さすがに無茶すぎ。自分の店？あたしゃここの常連客だよ。ママのことを思って用心棒を手配したってわけさ。はあ？どこまで勝手なババアだ。とにかく冗談じゃねえ。俺はコミジュルと関わり合うのなんて絶対にごめんだぜ。絶対にだ。そうかい。嫌ならお帰り。腰の抜けたボディーガードに払う金はないよ。ああそうかい。こっちから願い下げだ。おい、帰るぞ。すみませんでした。本当にお騒がせしました。あんたこれからどうするつもりだ。電線をまた引き直してそれでも揉めたら誰かにお金を借りて示談なりなんなり。そんなのやめときな。あたしゃ納得いかないよ。うるせえババア。そもそもてめえのせいだろ。ばあさんの言う通りだ。納得いかねえな。は？泥棒された上その泥棒にまた金払うなんてありえねえ。バイト代は5000円だったな。ああ、それがママの出せる限界でね。でも構わねえ、俺やるぜ。
マジかよ。ちょっと待てよ。仕事を選べる立場じゃねえんだ。人助けして金までもらえるなら願ったり叶ったりさ。いいこと言うじゃないか。あんたはちょっと違うと思ったよ。誰かさんと違って、このバーバー。本当にいいんですか。ねえ、男に二言はねえ。俺たちで引き受けるぜ。ちょいまし。俺たち、俺も入ってんのか。ま、やる気のねえやつはお荷物だ。嫌ならお帰り。分かったよ、もうやるよ。やらいいんだろうか。よし、話は決まったね。心強い用心棒が二人もいるんだ。営業開始といこうじゃないか、ママ。しかし、不気味なビルだな。こんなに電線引っ張って、やつら一体何に使ってんだ。俺が知るはずねえだろ。飲みすぎだぜ、ナンバ。たった5000円ポッチで命かけろって言われてんだぞ。そう言うなよ。死ぬと決まったわけじゃねえ。でもよ、おかしいと思わねえか。コミジュルってのはあの建物の中に閉じこもったままで、そこの人間は大っぴらには人前に現れねえ。何十年もそうだ。そんな奴らが今さら電線を元に戻せて、客のいるスナックにわざわざ乗り込んでくると思うか。じゃあこのメッセージはただの脅しってことか。俺はそう睨んでるぜ。異人町の人間はコミジュルを恐れてる。それはコミジュルも分かってる。こんなもん投げ入れられたら、普通はビビってすぐに言うこと聞くのが普通さ。だから石黒を投げて脅して送電戻すの待ってるんだ。戻したかなんて確認もいちいちしねえさ。もし確認しに来てそのままほっといたら。いや、お前もう一個また投げに来るかもな。俺たちはずっと戻さないって決めたんだ。今はそれで済んでも、いつか乗り込んでくるかもしれねえな。だからよ、一番、もう石黒で住んでる今のうちに、もうこれは脅しだけだっつってママとばあさんほっといてずらかろうぜ。聞こえてるよ。たく、地獄耳なばあさんだぜ。ん？どうした？いや、あれ誰もいねえじゃねえか。いや、さっき人影が。ああ、ポップコーンかよ。ビビらせやがって。いらっしゃいませ。お客さん、うちは初めてでしたっけ。まあな。あの男、ハローワークにいたやつだ。本当だ。あの野郎、無職のくせに飲み屋なんか来やがって。ん？な、うわら、やめろ。お前、コミジュルなのか。おい、待て。邪魔すんじゃねえ。なんであんなことしたんだ。雇われたんだ。あの店をめちゃくちゃにすれば大金をくれるってな。お前を雇ったのは韓国のマフィアか。そうだろう。
知らねえよ。公園で飲んでたら声をかけられたんだ。店をぶっ壊せば100万くれるってな。邪魔するってんならてめえらも容赦しねえぞ。手加減しねえぜ。俺の番だな。やんのか。見せてやるよ。一つ上の男。ピックス。お前、名前なんだっけ？ハローで呼ばれてたよな。そうだ、松尾だ。だよな。うるせえ。あのな、お前。店を襲っただけで100万なんて簡単にもらえると思ってたのか。お茶悪いか。お前を雇ったのはあのビルにいる韓国マフィアだ。間違いねえ。なんでわかる。まあ身に覚えがあるっていうか、襲われる理由があってな。でもあいつらはな、公園で酒飲んでる無職男に100万もくれてやるほどお人よしじゃねえ。そうかよ。お前に声かけてきたのはどんなやつだった？顔は見たんだろ？さあな、覚えてねえよ。てめえ、ちゃんと答えろ。やめろ、ナンバー。聞きたきゃ、あのアマに聞け。アマ？お、待て！おい、一番オーナやめとけ。一番、あそこに入ったやつは生きて帰れねえんだぞ。あいつ笑ってやがった。あの野郎、コミジュルに雇われたんじゃなくて、あいつがコミジュルの。ああ、やつがコミジュルのメンバーかもな。なんだよ、どんどんやべえことになっちまってるじゃねえかよ。あいつアマって言ってたぞ。コミジュルに女がいいのか。そんなの知らねえよ。今そんなのどうでもいいだろ。一番、見ろ。やべ、逃げろ。どうすんだよ、殺されちまうよ。よし、一か八かだ。おい、コミジュル専用。え、何してんだよ。あんたらが雇ったやつだ。あんたらのお仲間かは知らねえけど、もうそっちに帰ったんだ。俺らも返しちゃくんねえか。ここで俺たち殺しても死体の始末ってのも大変だろ。やめとけって。あと、それとよ、スナックの電線の件だ。あれでスナックは廃業寸前なんだぜ。あんたらどっちみちあの店が潰れりゃ電気だって取れねえだろ。もういい加減やめてやれよ。お前の方こそやめてくれ。あんたらも気合の入った組織なんだってな。だったらチンケな東電なんて似合わねえだろ。やめとけよ。もう知らねえ。俺ら死んだな。気が済んだか。
ん？ありがとうございます。待った。え？はい。わかった。おう。おう。財布を許さないぞ。開けねえぞ。よし、行くぞ。取っておきだ。か青空将棋ってやつかな。時間がある時にでも手合わせ願おうかね。
おう。開けてみるか。やったぜ。この鍵で金庫を開けられるんだな。これからも鍵を持ってるときは積極的に金庫を開けてみるかな。こちらもパトロールを強化しているのですが、何か事件でもあったのか。彼のせいで川がこんなに黄ばんでるザマス。いやいや、さすがにそれほどでは。ともかく一刻も早くタチション犯を捕まえるザマス。するやあの警官も悩んでるみたいだし、そうだ。ん？ええ。ああ、ありがとうございます。それでは。ああ、
と舐めるなよ。俺の番だな。取っておきだ。見せてやるよ。やんのか。俺の番ね。見てろよ。取っておき。よし、勝ったな。また強くなっちまったか。あ、いいな。と舐めるなよ。よし、行くぞ。取っておきだ。見せてやるよ。これだ。おい、舐めんなよ。取っておき。いい喧嘩だったぜ。あ、いいな。開けてみるか。開いたぜ。
いいぜ。ありがとうございます。
なあ、あんた。これはゴミじゃねえ。思い出？この店はもともと俺ら夫婦で切り盛りしてたんだ。大した稼ぎはなかったが、それでも楽しくやっていた。ああ、そういえば元はちゃんとした店だったらしいな。だがある日、家内が店番中に倒れてしまってな。発見が遅かったせいで、そのまま死んじまったよ。上ごとで最後まで店の心配をしてたらしい。その時俺はといえば、家内を置いて外で遊んでた。最低だよな。俺が殺したようなもんなんだ。俺が店にいればあいつは助かったはずなのに、その死に目にも会えねえなんて。ゴミさん。それからなんとか一人で店を続けていたんだが、客に商品を渡すときにふと思っちまったんだよ。この質草はあいつが鑑定したものなんじゃないかってな。そう考え始めたら、この中にあるものすべてに家内の魂が宿っているように思えてきてよ。それ以来何かを捨てるのが怖くなった。あいつごと捨ててしまうことになるんじゃねえかと考えちまうんだ。そして気づいたらこの有様さ。商品なんて言っていたが、売る気なんかそろそろねえ。俺だってダメなことぐらい分かってんだ。でもよ、あいつが触れていたかもしれねえ塵一つ、俺はもう失いたくねえんだ。あんたの気持ちは分かった。嫁さんを失ったのは本当に辛かっただろうな。だがよ、あんたの嫁が最後まで気にしていたその店ってのは今どこにあるんだい？俺は近所の人に言われるまでここが店だなんて分からなかった。どこを見てもゴミばっかりだ。二人で守ってきた大切な店がゴミに隠れて見えなくなっちまってるぜ。嫁さんの魂が宿っているとすれば、それはそこらに散らばってるゴミなんかじゃねえ、この店なんじゃねえのか。ゴミさん、お二人の大切なお店取り戻しませんか？キヨコ。業者の方は手配しておきました。近々撤去作業が開始されます。ご迷惑をおかけいたしました。それは俺よりも近所の人に言ってやりな。それでこれからあんたはどうするんだ？この店をきれいにして、また質屋をちゃんと営んでいこうと思います。家内が守ってくれた大切な店です。どこかで見ていてくれるなら、胸を張って見せられるように営業していかないと。そうか。それじゃ、そのうち俺も利用させてもらうぜ。春日さん、本当にありがとうございました。今日はうちの課長に堂々と報告ができそうです。これはお礼の気持ちです。福祉課だったか。あんたも頑張れよ。昇進したら炊き出しの豚汁の肉をもっと増やしてくれや。そうですね、頑張って掛け合ってみます。じゃあ俺はそろそろ行くぜ。またな。はい、それでは。俺もたまには片付けしねえとな。